最初は、いい日旅立ちという有名な日本の歌謡曲から始めますが、フルートで吹くとどうなるのという響きを、ぜひ お楽しみいただければと思います。では、宮沢のアンサンブルのメンバーをご紹介いたしましょう。どうぞ。